エドムンド・クラーク・エドムンド・メルソン・クラーク・ジュニアは、アメリカ合衆国の計算機科学者。ハードウェアやソフトウェアの設計を形式的に検証する、モデル検査の開発で知られている計算機科学者。カーネギー・メロン大学計算機科学科の教授、アレン・エマーソン、ジョセフ・シファキスと共に、2007年の悪夢、チューリング賞を受賞。1967年。 バージニア大学で数学の学士号を取得。1968年、デューク大学で数学の修士号を取得。1976年、コーネル大学で計算機科学の博士号を取得した。その後2年間、デューク大学計算機科学科で教壇に立った。1978年、ハーバード大学に移り、応用科学部で計算機科学の助教授を務めた。 1982年にハーバードを離れ、カーネギーメロン大学の計算機科学科に移った。1989年には教授になっている。1995年、カーネギーメロンスクール・オブ・コンピューター・サイエンスのホア・システムズの教授職を最初に受領した。2020年12月22日、新型コロナウイルス感染症により死去したことが、息子のジェームズによるツイッターに、 ついで、カーネギーメロン大学によって発表された。75細胞2。その興味は主にソフトウェアとハードウェアの検証と自動定理証明である。博士論文であるプログラミング言語の制御構造。1981年、指導していたアレン・エマーソンと共に有限状態並行システムの検証技法としてモデル検査を使うことを初めて提唱した。 クラークの研究グループはハードウェア検証にモデル検査を使うことを先駆的に言った。2分決定図を使った記号的モデル検査もクラークの研究グループが開発したものである。この重要な技法はケネス・マクミリー・イランが博士論文のテーマとし、その論文は悪夢博士論文賞を受賞した。また、同研究グループは世界初の並列分析式自動定理証明機と 世界初の記号的計算システムに基づく自動定理証明機を開発した。クラークはア夢ムと IEE のフェローである。1995年にはセミコンダクターリサーチコーポレーションからテクニカルエクセレンスアワードを授与され、1999年にはカーネギーメロン大学からアレン・ニューウェル賞を授与された。1999年ランダル・ブライアント アレン・エマーソン、ケネス・マクミーランと共に、アクム・パリス・カネラキス実践的理論賞を受賞した。2004年、IEEE コンピューター・ソサイティのハリー・エイチ・グッド・メモリアル・アワードを受賞。2005年には、全米技術アカデミーの会員に選ばれた。また、シグマ・サイト・ファイベータ・カッパの会員でもある。ありがとうございます。